公益財団法人倉敷天文台のドーム公益財団法人倉敷天文台は岡山県倉敷市中央にある民間天文台開設当時、蔵坊の専務だった原清吉の出資によって設立された日本初の民間天文台である。日本でそれまでに設立された天文台は東京天文台をはじめとする管理の天文台で、 特定の研究者だけが使用を許された施設だった。原墨寺は山本一世兄弟教授や岡山県のアマチュア天文家である水野千里の天文学の発展のためには専門家でなくても天体観察ができる天文台が必要だとする主張に啓発され倉敷天文台を設立した。従って日本で最初に一般市民に公開された天文台でもある。 天文台開設にあたって導入した観測設備にカルバー製の 32cm 反射望遠鏡がある。これはイギリスから輸入した中古品で当時は国内最大クラス。同時期の京都大学の設備で例えれば1925年に作られた旧宇宙物理学教室がカルバー製の 33cm 反射望遠鏡を。1929年に 作られた花山天文台が、クック製の 30cm 屈折望遠鏡であった。なお、導入した望遠鏡が中古品だったため、赤道忠だはイギリスの井戸を前提に作られており、倉敷ではイギリスとの井戸の差だけ傾けて据え付ける必要があった。カルバー製の 32cm 反射望遠鏡は、倉敷市の重要文化財に指定されており、また、 設立当初のスライディングルーフ観測室は国の登録有形文化財に登録されている。文化財に登録された設立当初の木造の観測室が天体観測や見学者のために現在も使われている。天文台敷地内の5メートルドームは原墨寺、ホン実ミノル記念館に生まれ変わり、設立当初のままにカルバー製の反射望遠鏡が収められ、多くの観測機材や 記念の品々と共に展示されている。1941年、鳥取県出身のアマチュア天文家である、本田ダ・ミノルが、倉敷天文台の主治に就任し、水星12個、新星11個を発見したに解説した、星広三層に移行した。ホンダは、年少時から、山本一世の指導を受けた。兄弟の日食観測隊に参加、山本一世が解説した。 大道校観測所の観測員となり、その後に倉敷天文台委員となった。倉敷天文台で半世紀にわたり水星創作など観測に従事した。ホンダの死後、天文台の存続が心配された。死の中心部にあり、公害がひどくなるなど、観測環境は悪化していたが、歴史ある民間天文台を存続させようという声が強まり、後継者も得て、 現在も運営されている。ありがとうございます。